8月日日金曜日夜の、えー、10時50分です、えー、今日とある撮影があってでその様子を Vlog して、えー、その動画を上げようと思ったんですけれども、えー、ブランドさんに動画を上げてもいいですかっていう確認が取れてないことに気づいてで、えー、その動画が上げれない状態です。 なのでで今急いで代わりにこれを撮ってます、えっと、正確には動画上げていいですよとは言われてるんですがその商品がまだ発売されてなくて商品が発売された後なのかそれとも発売される前、まあ、今 OK なのかっていうところで確認が取れておらず分からないので今一応保留ということです。でそれに気づいたのが編集終わった後なので今急いでこれを回したんだけど。 最近12日間ぐらいずっと連続で YouTube を更新してるからなんかせっかく続いてるからなんかどうしても上げれない理由がない限りちょっとやりたいなと思ってまあこういうすごい簡単なやつだけどまあいいかなと最近ハッシュタグで YouTube の頑張らない Vlog ってつけてやってるんでまあ あれはどういう意味かっていうとこうハードルを下げてるから、まあ、こういう日もこういう日があってもいいようにということで、えー、つけてますので、まあ、その辺はお許しいただきたいということでございますじゃあ代わりに何を今からするかというと、まあ、購入品紹介なんかいいかなと思ったんだけど最近何も買っていないな、えー、どうしよっかなと思ってさっきね部屋を見渡したんだけど1個なんかそれっぽいのがありました だからそれを簡単に紹介します。ドドン。いいでしょう。それっぽいやつありましたよ。イソップの香水。タシットっていう種類のやつです。これは6月に買いました。なんで買ったかっていうと、友達が Twitter ですごいいい匂いっていうのをつぶやいてたっていうのと、 なんかね夏っぽいさっぱりした匂いの香水が欲しいなと思ってたんで、えー、イソップにちょっと匂いを嗅ぎに行ってあすげえいいじゃんって思って買いました他にもねいくつか種類があったんだけどこれが一番好きだったで香水はこの他にもあと2本持っててでもそれがどっちかっていうとその僕サンダルウッドが好きでサンダルウッドってどっちかっていうとその 暖かかいい季節より冬が合うじゃないですかだからそういうのじゃなくてもうちょっと軽やかな,なんかさっぱりしたやつが欲しいなと思ってこれにしました、えー、たまーにたまーにつけてますだからまだ2ミリぐらいしか減ってないけどうんでもね気に入ってますはいよかったら皆さんもえー、イソップに試しに匂いに行ってみてください この他にも、ね、いくつか種類があって、全部いい匂いだった。でも俺はこれが一番好きだったかな。値段もね、そんな高くないし、おすすめです。はい。どうでしょうそれっぽかったかな。っていう感じで、えー、すごい短いんですけど、<laughs> まあ毎日更新してたから、えー、これを出します。はい、えー。今日の本来あげるはずだった動画は、 後日確認が取れ次第あげたいと思いますのでお楽しみにということです。すごい楽しい撮影だったので早く見てほしいなと思います。ということで明日土日週末ですね。はい、皆さん良い週末をまだまだ暑い日が続きますがお過ごしくださいということで簡単でしたが8月14日の Vlog 終わります。ありがとうございました。おやすみなさい。